え、ゆうたの最近のその実態としては何が？まあ、家でラップ音やね。ラップ音って何なの？なんか叩く音ってことなの？いや、なんかね、だかよくさ、床を歩いててさ、人間が。こう、地面踏んだ時にパキッてたまになるやん。なるね、ミシみたいな。あの音がな。こうだ、歩いてるってことだ、生き量が。うん、ゆうたんちを。あと、駐車場に車止めてから、家まで歩く途中に、すごいなんかね、幻覚を想像する。今、家に着いて荷物を下ろして、ベッド座って、後ろ振り向いた時にこんな顔のやつがいたらどうしようっていうのが、自然に頭の中でふわーんって出てくるようになった。頭の中に入ってきてんな。で結構妖怪顔なんだよな。幽霊顔じゃなくて、うん、妖怪ステインみたいな顔。ああ、はいはいはい。え、ちょっとあっちゃんっぽいってこと？確かにあっちゃん似てるわ。似てるわ、めっちゃ似てるってどういう、まあ、知らぬが仏ですよ。あいつ知らないうちにめっちゃ悪口言われてるやん。あのキャラ自体はかっこいいけど人間として似ちゃいけねえよ。え、どういうことなんだろうね。やっぱ科学的に説明できないやん、幽霊って。でもまあこんだけ長い間さあれしてて、しかも動画の中にも声も何回も入ってるわけってなると、やっぱだいぶしつこいし、もうめんどくさいよね。めんどくさいよ。まあだからゆうたくんのね、除霊というかその幽霊の払う企画、ちょっと緊急でやりたいです。うん、お願いします。なかなか見つかんねえんだよね、やっぱそのちょっとインチキ臭いやん、除霊って。なんかゆうたがううとかなるのとかもちょっと嫌だし。そんなになんのかな。だったらリアルってことだよね。ゆうたってやんないじゃん、そういうこと。なんかでも体が波打ったりするらしいね、幽霊が出てくときって。その日ちょっと見たくないな、ゆうたの。なんかのんきに言ってますけど、その幽霊が見えるみたいな人からメールが来まして、ゆうたさんについてるのはもちろんなんですけど、ヒューガさんとゆうまさんにもついてますよっていうふうに。マジか。でもその人が言うには、あのヒューガン家の前に体育座りした男の子。お前アガリオから DM 来てるやん。お前どうすんね、アガリオからの DM 動画で話して。アガリオまだそれ言ってる。ビギャン家の前にやっぱ体育座りした霊がいるっていう嘘を、まあ、約10年間つき続けてるわけだからね。だけどおもろいよね、嘘の類として体育座りした霊がいるっていう。面白い、めっちゃ面白い。マジで見えてるんだろうけどね。まあじゃあゆうたくんのね、除霊企画ちょっと皆さんお楽しみにということで。まあこっからね、また楽しくね、このメインに戻っていきたいと思いますから、皆さん安心して聞いてくださいね。じゃあ行きたいと思います。はい、みんな気張れよ。はい。